この記事をまとめると、全日本ラリー選手権第3戦ツールド九州が開催された。駆除208ラリー4で参戦する荒井博樹選手に注目。ジャイアントキリングと呼ぶにふさわしい活躍を見せた。格上げの 4WD モデルを凌駕する速さを見せた。全日本ラリー選手権第3戦ツールド九州が、 2023年4月14日から16日、佐賀県唐津市を舞台に開催。最高峰の JN1 クラスでは国際規定モデルの R5 フラリーニ使用者と、国内規定の JP4 使用者の 4WD モデルが激しいタイム争いを展開していたのだが、その中に混じって1台の 2WD モデルが猛威を発揮していた。 その一台とは、荒井広木の、プジョー208ラリー4で、わずか 1200cc のターボエンジンを搭載した FF モデルながら、荒井る2 0 8ラリー4は 1600cc や、2000cc エンジンを搭載した格上げの 4WD モデルを凌駕するスピードを見せていた。 洗いかける208ラリー4は初戦となった第2戦の新城ラリーでも素晴らしい走りを披露していた。特に雨にたたられたレグニでは SS8 のムカタ湾で2番手タイムをマークするほか、SS10 のお肉クボ2でも3番手タイムをマーク。惜しくも表彰台には届かなかったものの、4位入賞を果たしたことは記憶に新しい。 その勢いはツールド九州でも健在で、雨に立た,たられたレグ1では SS4、ポー2、および SS6、八万2で2番手タイムをマークしたほか、SS5、内裏2で3番手タイムをマークし、総合2番手でレグ1をフィニッシュ。後天に恵まれたレグには、完全なウェットか、ドライなら走りやすいんですけどね。 タイヤ選択を誤ったし、スペアタイヤを2本積んだことでバランスも悪かった、と荒井が語るように、路面が乾かずにセミウェットのような状態でラリーが争われたほか、タイヤセレクトを誤ったことで失速し、ポジションダウンを喫したが、それでも3位に入賞し、表彰台の一角を獲得した。 軽量モデルならではのフットワークを活かして林道を攻略。ラリー4使用者は国際規定モデルとはいえ、前述の通り。エンジン排気量は 1200cc に過ぎず、改造範囲も狭いことから。トヨタ GR ヤリスラリー2やシュコダファビアラリー2、シュコダファビア R5 といった 1600cc エンジンを搭載した 4WD モデルの R5。 ラリーに使用者や VAB 型 WRX をベースに開発された 2000cc のターボエンジン搭載のスバル WRX ラリーチャレンジと比べるとパフォーマンス不足は否めない同じラリー2でもルノークリオの方がエンジンのパワー感があるんですけどきちんとセッティングを出さないと走れないその点 九条208はパワー感がないけれど、本当に乗りやすいので、ドライバーの方でアジャストできます、と洗いはポジティブにインプレッションしていたが、格上げのマシンと同じ土俵で戦うことは厳しかったことだろう。それでもかける2 0 8ラリー4は新庄ラリーおよびツールド九州で素晴らしい走りを披露した。まさに、ジャイアントキリング。 呼ぶにふさわしい活躍だがその原動力となったものが208ラリー4のライトウエイトにほかならないエンジンパワーはないものの軽量モデルならではのフットワークを生かして日本の林道を攻略同時に新井は丁寧なドライビングを行っていたがこのロスを減らした新井のスキルも称賛に値するだろう こうして第2戦の新城ラリーと第3戦のツールド九州で、目覚ましい飛躍を遂げた洗いかける208ラリー4は第5戦のラリー単語、第8戦のラリーハイランドマスターズに参戦する予定。洗いによれば、もともとグラベルのキットを用意していないので、ターマックに絞って参戦します。熊ラリーはマシンのメンテナンスのためにスキップしますが、 残りのターマックでは昔の F2 キットカーのようにハマれば勝てるというところを見せたいとのことだ。1999年の WRC で F2 キットカーのシトロエンクサラが猛威を発揮。FF モデルながら 4WD の WR カーを抑えてフィリップ・ブガルスキーがラリー・カタルニア。スペインとツールド・コルス、フランスで2連勝を果たしたが、 果たしてアライ、洗いかける208ラリー4もブガルスキーかけるクサラのように、下克上を成し遂げることができるのか。洗いかける208ラリー4の挑戦に注目したい。なお、ツールド九州では、シュコダ・ファビア R5 を狩る平気小払い年が2連勝を達成。トヨタ GR ・ヤリスラリー2を狩る勝田タ彦が2位入賞を果たしており、 GR ヤリスラリー2で初の表彰台を獲得している。